事故調は、一軒玄太郎による日本の推理小説。2014年5月30日に、門川から単行本が刊行された。元新聞記者である著者が神戸にいた頃、実際に、赤市の海岸で起こった、陥没事故や、それに関する報道に着想を得て執筆された。また、主人公を正義感で事件を追う若者にせず40歳手前の元刑事にしたのは、 こういった事故では何もしなかったことが問題となるため主人公にも同じ後悔を抱えさせ自らの過去とも向き合うような話にしたかったからだとインタビューで話している。2015年4月1日にはテレビ東京水曜ミステリー級で春の特選サスペンスとしてテレビドラマ化された。3年前県警捜査一課の刑事だった黒木光一は 犯人追跡中の水で人質を死なせてしまい、警察を辞職。現在は、市役所の広報課で文字通り、広木として黙々と働いていた。そんなある日、8年前に、市長の肝入りで作られた人工海岸で、陥没事故が起こり、家族で遊んでいた9歳の少年が生き埋めになり、意識不明の重体に陥る。元刑事という職歴を買われ、 今田市長直々に事故の匿名調査を命じられた黒木は市長の意をすぐに開始、市に事故の責任がないことを調査委員会より先に証明することになる。聞き取り調査では市の関係者は口を揃えて前例がない、慣例だ、想定外だと述べ、黒木はより一層事故は人災だとの思いを強くするが、市に責任があってはならないため、黒木は刑事時代のつてで、 情報屋に調査委員会の委員長の身内のお点を探らせ、調査に手心を加える予案に脅す。その夜、帰宅した黒木の自宅に、陥没は事故ではない殺人未遂だと告発状が届く。疑念を抱きながらも調査を続ける黒木は、海岸の思考ファイルが一冊紛失していることがわかり、事故を隠蔽しようとする人間と、事故の真相を明らかにしようとする二つの勢力の、 存在があることに気がつく。間もなく意識不明だった少年が亡くなったとの知らせが入り、黒木は市長の意を翻す決意をする。やがて、施考業者が所有していたファイルから海外完成間近に土の袋が用途を隠して購入されていたことが判明する。入院中の施考業者に面会を求めるが、体調が思わしくなく、医師から面会を禁じられる。帰宅した黒木は、 再び、封書を受け取る。中には、ゴンダ市長の署名入りの年書を写した写真が、入っていた。かつての同僚、アナンに依頼し、年書の相手について調べてもらうと、現在、県警、捜査二課が内定を進めていることが分かったが、詳しいことは分からないという。シーナと共に独自に調査をすると、志村市内で横行する不正経由のリザヤから市長が、政治資金を得ている事実を突き止める。 医師から面会を許されていなかった、思考の下請け業者、田原屋工務店の社長から会いたいと連絡を受け、黒木が病院に駆けつけると、田原屋は、陥没を予見していたことや、市の担当者に報告していたことを明かす。怒りが頂点に達した黒木は、市長室に乗り込み、事実を公表すると宣言するが、市長は、陥没については、解決済みだと報告を受けていたこと。 自身の不正についても認め、公表でも何でもすればよいと話した。黒木は、攻めを追うべき、報告を怠った、当時の責任者を見つけ出し、自殺しようとしていた、彼を止め球団する。翌日、黒木の主導で事故の記者会見が開かれ、市長は、辞職を表明、事故後すぐに、次期市長選への立候補を表明していた増島市議の、不正についても、明らかにしていく。 責任をなすりつけようとする怒号が飛び交い、会見場が騒然とする中、黒木は保身に走る彼らを一括する。市長の辞職で姿勢は滞り、市役所には苦情を言う人々が絶えない。黒木は事故現場の近くで一人佇みながら、これでよかったのだろうかと思いながら、生きていれば後悔することが尽きないことを噛み締めるのだった。主要キャスト、 志村市役所その他事故調に関するカテゴリー、ありがとうございます。